これより本日の第4試合 WMC 日本スーパーフェス野球3分3ラウンドを行います。第4試合 WMC 日本スーパーフェザー級3分3ラウンドで行われますガオパヤックワイズ D VS 小次郎フライスカイジムの一戦です。さあ朝日さん、はい、これ注目してるカードとめっちゃ楽しみです。激しい打ち合い期待したいところですね。はい、入場から見てるとガオパヤック選手結構タイ人ってカマセイネとかでもなんか組まれたりしてしまうんですけど、はい、見てるとわ結構ガチで来てるんだなと思って、うん、体がすごいですね。倒しに来てる感じがありますよね、やっぱり。おー、やっぱりこう日本対タイのこう試合っていうのはなんか燃えるような、ね、ところがありますね。お互い負けられないでしょうね、うん、いやでも本当に背中めちゃくちゃでかいですね。しかも多分最近来日してるのかな、今まで YZD の選手で見たことないタイ人の方なんで。あ、そうですか。多分最近だと思うんですけど。さあガオパヤック選手、ね、楽しみですね。104戦戦っているファイターであります、はい、今回が105戦目の試合。そして小次郎選手もね、前回ボムウェーブ5ではあの高吉選手に3ラウンド TKO 勝ちで逆転勝ちを果たしてますからね。さあ激しい戦いに期待しましょう。サウスポースタイルがガオパヤック、オーソドックスが小次郎フライスカイジムとなっております。でもやっぱりガオパヤック選手が今までやってたタイでの試合と違うのは3ラウンドなんで、はい、そこにどういう組み立てをしていくのかちょっと気になりますね。試合のやっぱり組み立て方もね、だいぶ変わってくるところあるんですかね。やっぱり3ラウンド制ですからね。タイ人は本当スタイルによってもまちまちなんですけど、はい、やっぱ3位のところで一気に変わる人がいるんで、そういうところでも。おお、いきなり打ってきた左、そしてミドル強いっすね、うん、ガオパヤック果敢に攻めていきます。積極的に、そして勢いよく攻めていきますね。サウスポーっていうのもあるし、はい、やっぱプレッシャーかけるのもすごい上手いですね。プレッシャーのかけ方、前の手がすごい伸びてくるんで嫌ですね。前の右手ですね。はいはい、右手でガオパヤック選手、はい、はい、前の手で距離取りながらストレートだったりローキックだったり合わせにいってるんで、いやあれは危険で、そしてなおかつ高度な動きを見せていますよね。この構えはプレッシャーかかると思いますね。インロー、インローと奥足両方いける感じで蹴ってるんで、はい、絶対痛いですね。ミドルで返す小次郎。あ、でも小次郎選手も全然臆してないですね。やっぱタイ人の選手と試合するときってやっぱり、はい、こうちょっとはタイ人と試合だって思っちゃう選手もいると思うんですけど、全然臆してないですね、うん、いつも通り試合してます。おー、小次郎選手もね、数々の修羅場くぐり抜けてますからね。そうです、いつも試合めちゃくちゃ熱いですからね、名勝負製造機とも言われています。あー、ミドル放っていきます小次郎。ミドルいいですね、すごいいいミドルをバチバチという音が鳴り響いております。横浜大桟橋ホール。タイ人ってカットうまいんですけど、2発ともカットできてなかったんで。ちゃんと当たってますね、はい、おー、左で圧力をかけていく。ガオパヤックワイズ D、 ガオパヤック選手の身長162センチ、そして小次郎選手176センチと14センチの差があるということなんですけれども、その身長差を感じさせない、そうですね、アグレッシブな戦いを見しています。やっぱ首相撲もうまいですね。あ、やっぱりそうですか、首相撲も、はい、今膝打たせないように相手のこう、はい、ももに 足をかけてるんですよね。ああ、なるほど、あ、そういったやっぱりテクニックもあるわけです。ナイス、左、はい、やっぱ軸がすごいですね、ミドル蹴る時のガオパヤック選手。鋭いパンチとキックを放っていきますガオパヤック。小次郎選手もいいですね。小次郎も、ね、打たれながらも前に突き進んでいきます。これが小次郎のファイトスタイルであります。このガオパヤック選手、あの多分タイ人の選手との試合がほとんどだと思うので、はい、この独特の日本人の選手のリズムでちょっと戸惑うところもあるかもしれないですね。やっぱりこう打撃のキレだったり、はい、こう回転の速さは日本の選手がパンチの回転は速いと思うので、ちょっとそこで戸惑うところあると思います、ね、なるほど。そうですね、このパンチ当たってますね。パンチ当たってる、ちょっと効きましたね。結構効いたか、ニヤッと笑って。第1ラウンド終了、激しい火花が散っております。第1ラウンド、いや、奈良さんどうですか、はい、この第1ラウンド、バチバチと。そうですね、うん、序盤かなりプレッシャー強かったんですけど、はい、ただでも全然小次郎選手逆にいつもより冷静に戦えてるんじゃないですかね、うん、いつも結構こう熱くなって打ち合いとかっていうシーンが目立つんですけど、はい、しっかり見ながら自分の攻撃を当てるっていう試合ですね今日展開的に、はい、でもまあまだ1ラウンドなんで、はい、ここから全然展開変わると思うので。朝日、はい、さんはどう映りましたか、はい、第1ラウンド。いや、やっぱり完成度が高いなって、タイ人なだけあってガオパヤック選手は、はい、でも小次郎選手も本当に気持ちで負けてなくてワンツーだったり返していたので、はい、ここから
多分1ラウンドまで様子見てる感じがあったんで、はい、ここから小次郎選手がエンジンかけて、お互いエンジンかけたらどう噛み合うのかっていうのが、あと2ラウンド楽しみです。さらに激しくなるような予感、第2ラウンドであります。あとガオパヤク選手がどれくらいの試合ぶりなのかっていうのも気になりますね。やっぱりちょっとそうですね、データがないもんで、そうですね、どのぐらいのブランクがあるのか。さあ第2ラウンド動きがありそうだ。それによっても小次郎選手はやりやすさが変わってくると思うので、うん、久しぶりだったらきっと試合感取り戻すの大変だと思うんで。なるほど、体身でも。さあ膝を放っていきます小次郎。あのインローだけカットしたいですね、小次郎選手。ちょっと来ましたね。あ、聞いたか聞いたか。再び組の対戦になります。この顔を押す力もすごい強いんですよね、かなりね、はい、もうすごかったね、かなり圧力があったように見られました、うん、ガオパヤク百戦錬磨であります。インローやばいですね、踏み込みも早いんで効いてきちゃいますね。やっぱそうですね、小次郎選手足も赤くなってますもんね。ちょっとそうですね、腫れ上がってるように見られますね、はい、もう左の内もものあたりですかね。あ、またローキックを当てていきます。インドを当てていきます。そして肘、ガオパヤクが徐々に小次郎の牙城を崩していきます。さあしかし小次郎も肘で返していく。再び組相撲の体勢、名高さん、この組の体勢はどうですかね。はい、組相撲は小次郎選手がこう抱っこするような形で力入れてるんで、はい、まあ、そこまでこう差は今ない感じなんですけど、はい、まあ、ガオパヤク選手が多分組相撲で行こうとしてないっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、ガオパヤク選手これ組相撲で仕掛けてきた時どういう展開になるのかですよね。はい、ガオパヤク選手がまっすぐ入るんで、小次郎選手がまっすぐ入ってしまうと、はい、あ、下がってしまうと、はい、やりやすくなってしまうんで、うん、あそこで前蹴りだったり回ったりしたいですね。まっすぐ下がるだけではなく、うまく前蹴りを使って、クレブマヒージ、また再び危険な距離になってきた。ローブ際の攻防、ガオパヤク対小次郎の一戦であります。お、あ、再びパンチの打ち合い。残り時間1分、ここで細かい打撃当てたいですね、小次郎選手は。コツコツと当てていきたいところ。大振りになるんじゃなくて、しっかり細かい攻撃当てて、ガオパヤクもやっぱりしっかりガードをしてるっていうことなんでしょうか。そうですね、はい。さあ、あ、でも切れてますね、切れましたね、あ、頭かな、ちょっとそうですね、出血が見られますね。あ、頭ですかね。さあ、第2ラウンドも残りわずかとなってまいりました。目の横ですね、ちょっとそうですね、赤く腫れ上がってるようにも見えます。ちょっと前足力入ってないかもしれないですね、小次郎選手。さあ、小次郎もちょっとふらついている中、懸命にパンチを放っていく。おい、あ、膝ちょっとでも展開変わりましたね、今。そうですね、いやー、もう互いに削り合っています。おお、ナイスハイキック、惜しい。ハイキック、あ、膝ちょっと膝、ガオパヤクもパンチを当てていく。そして肘、ガオパヤク選手は逆に足狙っていった方がいいと思いますね。やっぱりもうここは一気にローを打って牙城を崩していきたいところですかね。そうですね、第2ラウンド大きな動きがありました、名長さん、はい、どうですかこの第2ラウンドは。2ラウンド目、そうですね、ちょっとはい、ガオパヤク選手の多彩な攻撃が目立った感じがするので、うん、まあ、でも小次郎選手のあのパンチも当たってるシーンがあったので、はい、まだ分からないです ね、 ね、はい、先が読めないですね。朝日さんはどうですか、はい、この第2ラウンドは。今目の前にガオパヤク選手がいるんですけど、はい、ちょっと疲れてそうなので、うん、小次郎選手、次のラウンド、ラストラウンド勝負かけてほしいですね。今のまんまだとムエタイ的に見てたら多分ポイント的には負けてしまっているので、はい、次のラウンド取れるか取れないか、ダウン取れるか取れないかでだいぶ変わってくると思うんで、はい、本当狙っていってほしいですね、パンチで。あ、一発があるか、第3ラウンドです。小次郎フライスカイジムは前のボムウェーブ5でも3ラウンドで TKO 勝ち、高吉戦で勝利を収めていますからね。そうですね、パンチ一発ありますから ね、 ね、はい、一発があるのか、それともガオパヤクの経験が勝るのか、第3ラウンドです。あ、首相撲できますね。さあ、首相撲でいった、もう勝ってるんで多分パンチの距離にはさせてくれないと思います。おお、肘、さあ近い距離で肘を払っていきました、ガオパヤク、ワイズリー、この首の攻防は本当に強い。肘、強いですからね。肘で返していく小次郎、互いに肘と肘を打ち合っていきます。第3ラウンド、そして来ました、ね、また首相撲の対戦。さあ、どちらが制するのか、首相撲、
互いに膝を打っていきます。この膝上手いですね。やっぱりコツコツと一回こう足を引いてから打つ膝が上手いですね。やっぱこの入れ方も上手いんですね。上手いですね。綺麗ですよね。小次郎選手はボディとかまで行ってほしいですね。左ボディ今ワンツーって打ってますからね、はい、ボディをパン肘。小次郎も肘があります。おっとここでバランスを崩して大丈夫か。多分足がスリップ、ちょっと足が確かに、ね、痛そうですか ね, すね。さあそんな中ミドルを2発打っていく。いい、ね、小次郎ミドルで返す。ガオパヤック膝再び首の体勢。あ、いいですね。押し込んでそこの子で押し込めると、はい、あの膝も打てなくなるんで、うんうんうん、これこの技術は大事ですよね。おパンチャーミドルを打っていく。いやうまいっすね。ガオパヤック小次郎もハイキックを放つ。おー危ない。互いに消耗しているであろう第3ラウンド1分半を経過しました。最後まで立つことができるか。おー危ない。右肘、右肘。いやうまいですね。ここでしっかり。おーナイス。おー腰強いですね。腰の強さありますね。今普通の選手だったら崩されちゃってますね。はい、しっかりと今のボディとか、うん、あ惜しい。おお右、ちょっと効きましたか。おお、さあ互いにパンチの雨あられ。この打ち合い分かんないですね。この打ち合いになると、はい、ちょっと小次郎選手の方が分があるんじゃないかなと思います、ね、まだあと45秒あるんで。45秒、乳酸を出し切っております。両者パンチとパンチ激しい打ち合い。ガオパヤック選手さっきまで膝打ってたのにちょっと疲れましたかね。ちょっとさすがのガオパヤックも疲れてきたか。組んでからも膝がなくなったんで。さあ組の状態になります。いや小次郎選手勝負ここですね。激しい火花がぶつかっております。もう時間ないんで。さあ残り30秒切った。どうアピールしていくか。おお強烈な肘。そして組の状態。おーっと危ない危ない。レフェリーも巻き込まれてしまう。激しい首相撲となっています。第3ラウンドミドルで試合終了。3ラウンド戦い抜きました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。両者に拍手を送りたい。そんな第4試合となりました。いやすごいいい試合でしたね。いい試合でしたね。本当にもう激しい火花がもう飛び交うようなそんな戦いになりました。タイ人選手が僕ここまで打ち合いするのを初めて見ました。そうですね。そうですか。いや結構まあ、ポイント的に、まあ、リードしてると思って流すのかなと思ったんですけど、はい、全然流さなかったですね。最後そうです ね本当に互いにもパンチを、ね、打ち合っているそんなシーンも見られました。第3ラウンドです。いや面白かったですね。いや面白かった。これはパンチの本当嵐となったわけでありますけれども、さあ勝利は判定へと委ねられます。今日1試合目からいい試合続いてますね。固唾飲んで守りましょう。ジャッジオーナリー29-28、赤ガオパヤック、まずはガオパヤック、ジャッジアラビア29-29ドロー、ジャッジナルンチョン29-28、赤ガオパヤック。以上2-0の結果をもちまして勝者赤コーナーガオパヤックワイズ D。 判定2-0、ガオパヤック選手が勝利しました。29-29が1人、そして29-28が2人でガオパヤック選手を支持しています。いやー、名高選手、はい、この試合はどういうところがポイントになりましたかね。そうですね、やっぱガオパヤク選手の左のインローだったり、はい、ミドルキックコツコツ当てて、はい、で首の攻防でもやっぱうまく膝入れて、やっぱタイ人の選手は本当バランスよくテクニックもあるし何でもできるなっていう試合でしたね。でもあの小次郎選手もあのパンチの打ち合いで見せ場をすごく作っていたので、うん、見ててすごい見応えのある面白い試合でしたね。そうですね、今回ねやっぱ名勝負製造機っていうねやっぱ名前がついてるだけあって、本当ね顔面もちょっと顔腫らしてますからね、ガオパヤック選手もね。
澤崎選手、はい、この試合激しい打ち合いとなりました。どうですか、はい、ご覧になって。いや本当に野中の言った通り全部できるのは当たり前なんですけど、はい、本当ちょっとしたところで出るなんて言うんですかね、ちょっとタイ人らしい汚いムエタイならではのテクニックとかがやっぱタイ人は小さい頃からやってて身についているので、そういうところの差がどんどん大きくなってしまって今日の試合小次郎選手が一歩届かなかったのかなと思うので、別に基礎的な実力は大して差がなかったと思うんで、小次郎選手も今回の負けを次につないでまた頑張ってほしいです。そうですね、まだ10戦というファイターですからね、これからまたね、はい、戦いも期待したいと思います。さあガオパヤク YSD 対小次郎の一戦はガオパヤク選手が2対0の判定で勝利しました。